おじさんが出てまいりましたが、大体今日はね、無観客生配信ライブということで、一発目はね、飛騨大が素敵な歌を聴かせてくれましたが、このままちょっと喋り続けて終わろうかなと思ってますけれども、なんかあれなんですよ、ギャラリーさんがねちょっといらっしゃい来ていただいてるんですが、まあなんかほら絵面がもう汚くなったでしょ、ね、台が引っ込んだ後はねもう年も食ったし、目も見えてねえし、ね、声も汚ねえし、ね、絶賛コロナ太り中だしということでね、年をとっても、元気のある曲をやっていければなと思いながら、暗い曲だけを作っていってる神谷です。よろしくお願いします。まずね1曲目はねまさにそんな曲で、まあ人生をね一日に例えたならばもう僕らなんて夕方じゃないですか、ほぼほぼ日没間際じゃないですか。でまあね、だけど本当の太陽って日没間際とかになったらめちゃくちゃエネルギー発散するじゃないですか。ドワーンってすごい夕日を見せつけてくれるんですよ。もう多くの人が立ち止まって見入ってしまうぐらい素晴らしいエネルギーを出すじゃないですか。俺らもねその日没間際のこの50ぐらいになった時にそういうエネルギーが出せんじゃないのって思うんですよ。まだまだね若いもんには負けますね。だけどしっかりと、まあせめてね自分たちと同じ世代の人たちとかには刺さるような音楽ができたらいいなと思って、曲を作ってやってますが、そんな曲です。1曲目は、日没間際の美しさのようにという曲です。みたいな刺激を
そちらの皆さんね、楽しんでいただけますでしょうか。ということでね、行こうかな。もうね、今日はね、たっぷりとお時間いただいてますので、ね、もうここにいる人たちに向かってライブする感じになってるもん。ね、画面の皆さん、ね、皆さんも、ぜひ楽しんでいただければと思いますが、いかんせんおじさんのためにですね、あまり元気のある曲はございませんし、大みたいにね、素敵な歌声でもございませんし、腹の上にギターが乗っておりますが、そこへんはちょっと目をつぶっていただきながらですね、ちょっとだけですね、やっぱ大とか若い連中最近おしゃれなコード使うじゃないですか。なんか何そのコードそれちょっと使ってみようかなとか、なんつってこそこそ喋った、このぐらいで喋ったら会場にはあんま聞こえない。次の曲はですね、ちょっと季節外れなんですけれども、大体9月10月ぐらいに、いつも毎年思うことがあるんですよ。9月10月だっけ、彼岸花って咲くじゃないですか、道端にポツンと、ブワーッといっぱい咲いてるとこもありますけれども、結構一輪だけポッて咲いてたりとかするのを見ると、なんかね、会えなくなった、まあいろんな意味でね、もう死んじゃったやつとかさ、まだ生きてるけど会えなくなっちゃったやつとかが、なんか一人ずつ寂しくしてんじゃねえかなとか考えちゃったりする時があるんですよ。で、赤色ってすごい印象的だなと思いながら、毎年見てたんですが、それをね、書いてみたんですよ、歌に。そんなに別そんなに大したことじゃないですけど、なんかすいません。じゃあやってみましょう。配信やりにくいや、こうでもね、配信俺3回目なんで、もうベテランなんですよ。君はまだ一人かい、あの日のままかい、最後の
あれですよ、だいたいこうやって弾き語りおじさんになってね、まあ、弾き語りしだしてから5年ぐらいでしょうか。なんでこうやって曲を作り出してから今4年ぐらい3年ちょっとぐらいかな。でオリジナル曲を作ってやらせてもらってますが、要は弾き語り界では新人ですよ。まだまだもともとはベースおじさんだったのでね、あ、ベースの時は若者でしたけどね、ベース若者だったんですけれども、今は弾き語りおじさんとして頑張っておりますけれども、弾き語りおじさんって言ったらそれが浸透するからやめよう、神谷と言いますからね。どこかでね、見つけたらあっていうね、だいたい、アルファベットで書いてることが多いのかな。うん、じゃあ次やろうかな。なんかあれじゃないですか、皆さん飲みながら見てるんですかね、これ。飲んでますか？会場から聞こえてるやないか。いやいや、まあまあ、でもね、本当に本当はライブはね、生で見ていただくのが一番いいと思います。楽しいしね、空気とかね、そういうのってやっぱり生じゃないと感じられないことたくさんありますので、早く一日も早くね、このね、コロナさんがね、どっかに行ってもらって、まあ、どっかに行かなくてもそれに対応できるね、何かがちゃんとできて、みんな顔を合わせて、面と向かって大声で喋りながらバカ言いながら酒が飲める日が来るといいなと思っておりますが、いつになればそんな日は来るんでしょうということで、次の曲はいつになればという曲です。君の弱い
せば見えると思ってた遠く遠い夢の入り口でいつか君と話した時が経てば普段あんまりライブではやらない曲なんですけど久々にちょっとやってみましたが、本当にいつになればどうだという感じですが、みんなその間にねパワーを蓄えて、負けないでいましょうね。本当におじさんたちも頑張るんで、若い人はねどんだけ見てくれてるか分かんないけども、若い人たちもね、この時代に生きたということをきっと20年後30年後にね語り継ぐ人たちも出てくるでしょうし、ね、教科書とかに載っちゃったりするような出来事なんでしょうから、だからこそ今の時代をしっかり生きて、ね、まあ、みんなで力を合わせて頑張りましょう、
こんな感じで次の曲にはいけない話だったな。次の曲はね、雨を題材にした曲なんです。まあある日ね、ある日、まあ若い頃めちゃくちゃ若い頃に、まあまあその当時の彼女がいまして、別れ話をねすることがあったんですよ。とある駐車場で、もうすごい結構広いね、アスファルトのバッて駐車場で、でもうあの俺的にはもう終わりだったわけですよ。向こう的にはそうでもなかったわけですよ。あれ今コメントにひどいって書いた誰か、聞こえたけど、なんかでね、あのあのいやもう俺はもう終わりだからって、もうこれで終わりにしようっていう話をしたら、そしたら、いや私は別れたくないの、もう終わりだよ、もうダメなんだよ俺が、そんなこと言わないで、だからダメだっつってんだろっていうようなやり取りがね、 ありながらまあバンとこう抱きつかれたわけですよ。でその時にね、もう時間がね、あの夜中だったんですけれども、まあ、地獄じゃないですか、言ったらもう終わりと思ってるのに、まあ、こういう言い方したらすげえ怒られるかもしれないけど、ひどい人と思うかもしれないけど、でもそうじゃないですか、この気持ちの時にそれはもう地獄じゃないですか、お早く終わりたい。だけどその時にね、唯一僕の助けになったことがあったんですよ。その日は偶然雨だったんですよ。雨が肩に落ちてくる、顔に当たる、地面に落ちる、そのリズムが時間が過ぎてることを感じさせてくれたんですよ。まあひどい男ですよ、これを書いた人ね。まあそういう時の思い出、書いた曲ですけれども、雨時計という曲です。
の長さ感じ、何も言えず終わる、胸に残る雨粒が心針のように刻む、いつかの二人は心を重ねて、いつでも離れぬ未来を信じた、いつかは振り向き、あの日を時間になってきたんじゃないですか、そろそろね、と思いつつ、もうちょっとだけね、やらせていただきますが、この年になりますと、ね、やっぱりあれじゃないですか、いろいろ守るものができたりとかね、できちゃって動き身動き取れなかったりとかね、昔はこういうことやってたのに今もう家族がいるからさとか、仕事がさとか言いながらいろいろできなかったりするじゃないですか。で、まあそれもね素晴らしいことだと思うんです、家族をね守っていきながら、子供たちを育てて、また次の、ね、世代を、ね、にこういろいろ伝えていくという、まあ、素晴らしいことだと思いますけれども、ちょっとね思うことがありまして、そもそも、例えばね僕らとかだったら、まあ嫁さんとかが ね、 あ、まあ、そうね、ここにいらっしゃる男性とかね、まあ、そうでしょうけども、奥さんとかがいやあなた素敵と言って、まあ、一緒になるわけじゃないですか。だけどどっかさ、そのなんていうの、素敵って言ってもらってた時のことっていつの間にか言い訳してやらなくなっちゃったりとかできなくなったりとかするじゃないですか。なんか僕はありがたいことにこうやって音楽やらせてもらってますけれども、ね、何かしら家族がとか言っちゃってるんですけれども、だけどもともとね、あなたが一番輝いてた時はいつなんだろうかねっていうのをふと思いまして、書いた曲です。昔見ていた空の色、今はもう思い出せない、もう若くないなんて言い訳して忘れたふりの夢数え、時のせいにして大人を演じては、心にかけた鍵の場所探すことも忘れてた。何かを守るために閉じた翼、もう一度広げる夢
一生懸命頑張ってたんですよ音楽ね。今大がねさっきも言ってましたが全国回りながらねいろいろ怒られたりねしながら文句言われ、ツアー回ったりとかしてると思いますが俺はもう若かりし頃ねまさに大とかと同じ 頃からかな20代前半から、まあ、十数年かな全国、旅して回りまして、もう、そうですね、もう何年ですか、それから21、22の頃からツアーとか始めたのであれからもう10年ぐらい経つわけですね。で、あ、そうか、今日お客さんいないから突っ込まれないんだね、うん、まあ、そういうことにしとこう。まあまあ、それでね、当時ね、激しい音楽やってたんですよ、ゴリゴリのヘビーメタルを。そこでね、僕はもともとベーシストでベースを弾いてたんですが、その時のね、メンバーが、ボーカルが、幼稚園の頃からも、幼稚園の頃からというか、生まれた時から、物心ついた時からずっと一緒にいて、幼稚園から小中高とずっと一緒で、バンドもずっと一緒で、やってたやつですが、もう4年経ちますか、まあまあ、がんでね、死にまして、なので、うちのそのサーベルというバンドはもう今後ね、復活することはないんですが、何かその時にね、いろいろ思いまして、残されたものはねきっと何かを託されたんじゃないかって勝手に考えるようになりまして、まあ音楽やりたかったろうなとか、思いまして、その時はねもう弾き語りちょっとやってたんですけどもカバー曲ばっかりやってまして、
まあ、本当に、まあ、遊びじゃないですけども、まあ、カバーばっかり、ね、やってたんですけれども、その時からね、あ、ちょっと、いいものができるかどうかなんて分かんないし、どんな活動ができるかは分かんないけれども、音楽をやるときにはちょっと真剣にやろうって、あいつの分もやんなきゃなと思って、託された気分でね、勝手に、書いた曲です。気持ちありがとうという曲です。君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけど、いいよ僕がやってみるから、そこで見守って人知れず散りゆく最初の花びらは時をわきまえ、流るる一粒の涙のごとく心に響く、何度も繰り返し思う、あの日あの時の思いが、あと少しだけ近ければこんなに離れることはなかったと、君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけど、いいよ僕がやってみるから、そこで見守って、出会いが別れを生むなんて、出会う前から分かってた、辛さも笑い話になるなんて、辛い時には分からなかった、だからきっと今日が、あの日があったように今日がある、ただの日と違うのは君がそこにいないこと、君が僕に託したもの、はっきりとなんてわからないけど、いいよ僕がやってみるから、そこで見守って、君と僕で話したこと、はっきりと今も覚えてるんだ、いいよ僕は忘れないから、気持ちありがとう、そこで見守って。
らです、鼻水が止まらない、ね、さっき、あ、違う、俺はロマンティックを止めない感じになったよね、まあ、間違ってない。せっかくいい歌歌ったのにバカじゃないのって言われそうな感じの中で、もうね、時間もだいぶあれなので、あと2曲だけね、2曲だけ、2曲もか、うん、やって、終わりましょうかね、これはね、一番最近、もう本当にコロナになってから作った曲なんですが、まあまあ、いいですね、この街に雪は降らないけれどという曲です、まあ、雪は降らなくてもね、凍るような寒さは知ってますよという歌です。この街であの日見た明かりが今
もずっと消えないのなら僕は歌をこの街に雪は降らないけれどこの街に雪は降らないけれど言うの忘れてましたが、今日はね、同級生の推しポンがやってるね、天空焼き宴というお店から、絶賛生配信中ということでね、じゃあもう今やっと言ったんで今からもう一回一曲目からやり直しますからね。迷惑です、迷惑です、はい、スタッフさんも今日、ね、生配信ってやっぱ大変なんですよね。僕らが自宅でちょっと撮ってね配信とか全然違うんですよ。やっぱりカメラもね何台か構えてもらって、スイッチャーさんね、実は裏方さん徹してもらってますけれども、宮崎のね有名なアカペラグループのねミュージシャンの、パステルクロックの2人がありがとうございます。もう裏方をねこんなにちゃんとやってもらって、しかもねこのコロナ禍にねこんな技術を身につけているというね、素晴らしい、本当に素晴らしいです。本当にありがとうございます。多分この2人がいなかったら今回のね宮崎ライブサーキット生配信できなかったんでしょうから、宮崎のミュージシャン全てからきっと感謝されるべき、立場ですよね。ありがとうございます。で、まあ、今日はねここのオーナーの推しポンが音響さんもやっていただきながら、やってますが、もうね僕普段ねライブ前にお酒飲まないんですけれども、飲め飲めと言うてませんって聞こえたけど嘘ついてる人がいますということで、本当に、皆さんのおかげですよ。本当にこうやって、音楽をやらせていただいているのも、家族もそうです。好きなことをやらせてもらってる感謝です。それをねわざわざお金使って時間使って、見に来ていただいている皆さんも本当に感謝です。今日の配信をねわざわざ時間を作って見ていただいている方も本当に感謝です。皆さんのおかげで、僕たちはね、僕だけじゃないです。今日出た大もそうです。ミュージシャンね、舞台に上がる人たちみんなそうです。その会場にいてくれたりとかこの画面を見てくれたりしてくれ、その眼差し一つ一つがスポットライトだと思ってます。その眼差しでね輝かしてもらってます。本当にありがとうございます。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 皆さんのね、眼差しで輝かせていただいてます。皆さんの好きな色に輝かせてください。なぜよし、じゃあ、最後の曲、僕が歌うわけという曲ですが、それが僕が歌うわけです。いろんな会場でこうやって出会った、一人一人の人たちに輝かせていただいてます。だからその人たちのためにちょっとでも感動だったり喜びだったり日常をちょっと忘れられたり、なんかそんなことができればいいなと思って、一生懸命歌ってます。下手くそでいい曲も書けません。おじさんです。コロナ太りです。寝不足です。でもいいんです。頑張りますから、みんなで楽しい未来を作りましょう。近い未来ね、楽しいことを生でライブをやってみんなで酒飲んでみんなで騒ぎましょうということで、最後の曲です。神谷さん、ありがとうございます。突然で見過ごせば出会うことできないほどの些細な出来事の連なりが君と僕をつないだ。Boa
輝かせ、笑顔がもっと愛しくなる、心さらけ出すこの場所で僕は君に歌うんだ。止まらない、この時をいつまでも忘れぬように、ありがとう、僕が意味を持てたのは君と会えたから、もう一度あの日を思い出し、今を輝かせてみよう、君を笑顔にしたくて、君の笑顔が見たくて、君を笑顔にしたくて歌おライブ、ライブサーキット、続きますんで、YouTube ね、どんどん皆さん見ていただいて、宮崎の音楽シーンを盛り上げていきましょう。ありがとうございました。